帰ってこい、帰ってこい。帰ってくるのが小島。ガスと肉ギガ盛り大食い対決。めちゃめちゃもう最初見てもらった通りですね、3人前のギガ盛りセットみたいなのがあるんですよ。それを1人1個まずは当たり前に食べてもらいまして、唐揚げがね10個あります。いやすごいですね。メニューとしてはソーセージ大量、ハンバーグ3つ、ヘビーなポテトあるんですよね。でからのハッシュのポテトもあるんですよ。肉と野菜が入ったコロッケが3つ、で照り焼きチキン2つ。これ結構最大やばいパターン。えぐいよこれもう。油。前回言いましたけれども、本日は大輝さんの引退試合でございます。今までで一番今緊張してる。ここで勝てば引退試合はとりあえずしばらく連敗とかするまで置かれるんです。そうだね。首がつながるっていう感じなんですけど、要はターボーさんがね絶対に負けるようにハンで背負ってもらってます。今撮影してますけど、2時間前にターボーさんなんとコンビニ弁当を1個食べてもらってます。なのでちょっと腹はもう若干気持ちいいぐらいの感じっすよね。だって俺だけ30分前ぐらいに大食いやるって決められたから。早速戦っていきます。ギガ盛り大食い対決スタート。やったー。じゃあ僕ハンバーグからいきますね。じゃあいきます。うまっ。相変わらずいい匂いなんだね。見てくださいこの唐揚げ。いや唐揚げテロよマジで。マジ油テカテカ。セインさん大好きですからね。どうですかリボンさん、ハンバーグ言ってもいいですか。今そっちじゃ最悪や。俺の独り言聞いてるよ。大輝マジノンストップやからやばいよ。いや行く行く。ハーブは本当どんどん追い上げてくるから。こいつ止まったら終わりだ。本当2倍ぐらいの差はないと無理。おハンバーグもあれ。腹ペコでしょだって。腹ペコ。マジで腹ペコ。激うまでしょだってこれ。うますぎる。本当うまい。食い放題だからね。おっとハンバーグを今。はいハンバーグ終わり。普通にやっぱうめえな。撮影こんなんでいいのかなっていう。あれ常人には食える量ではないです。この前一応常人の回あったんで、あれが常人です。いやでもこいつは常人じゃなかったよ。こいつはやばかった。びっくりした。まあでも速さはね根性なのよ。結局誰でもできるから。自分で行くね。俺20分ぐらいかかった。いやいいよ。お大輝でももう鶏肉用だったじゃん。照り焼きチキンおいいよ。ダボさんから揚げ完食。おきゃなんでこのタイミングで俺が急に。いいよいいよ大輝いいよ。いや本当の大食いファイターの人じゃん。ここでターボがペース上げてきました。あもう一つにまとめちゃうプレートで。どう大輝今のとこ全然食べたくない。食べたくないやべえじゃん。行くしかない。あとポテトと唐揚げだけです。大輝選手のド迫力モニターですねこちら。飯テロです飯テロ。あでも顔もどんどんなくなってる。結構上げてきて。やばいよ。口押さえ始めたらやばいですからね。引退じゃねえマジで。やばいぞ。だってハンデもらって負けたら本当にもうやばい。全然できるとは思う。全然まだまだハンデを背負っているとは思えない。俺も全然まだまだ。やめとけよお前。大輝がワントレーからですね。ターボはこの唐揚げと残りがこんな感じですね。大輝さんがここにいろいろ貯めてるんですけども、これだけです。まだ3食だけですね。めちゃくちゃお腹いっぱいだったよね。多分余裕ですもん。あいつ喋り出しました。行きましょう。こっちは止まらず行きましょうね。セイさん、チャンスカード使いましょうよ。じゃあ本日のチャンスカードですね。1個目、ワンアイテム好きなのをジャーマンに食べてもらえます。ポテト10秒間マネージャーが食べてくれます。最後のアイテム。好きなものを相手チームに1個食わせることができます。なるほど。じゃあ真ん中やこちら。じゃあ2択です。僕は右利きなので、はい、左やります。俺左で。まず関係ないカード発表します。はい。ボツカード。ポテト10秒。マジ。それでかかったな。大輝さんとターボーさん一気に。いきます！はい！てるー！てるー！あー！やばい！大輝が1個もらって、ターボーのは1個俺が食べますってことで、ハンバーグ2個減るってことじゃない？はい、もう余裕じゃん。じゃあ僕は当然ハンバーグです。ハンバーグで。俺もハンバーグ。君もハンバーグで好きなもの。で僕がハンバーグを食べるという。はい、お願いします。はい、じゃあ食べます。いただきます。いただきます。うまっ。ねえ、うまいよね。まだ。うまっ。最大限の地獄になっちゃったね、大工からしたら。俺ハンバーグなかったら絶対勝ちそう俺。もう負けたが。じゃ。これ一個もでけえ。意外とね、見た目はなんか薄いからさ、意外といけるのかな。薄い意外と。救済終わりました。ほろ。もう蛍の光流れるよそれ。閉店の。ハンバーグ終わりました。引退だぞお前。やばいやばいやばい。ターボは止まらないよ。それなんか演出とかしないから。山くんだ。どんどん山くん。もう悪い流れ来てるからもう。ターボがあとハンバーグ1個コーン、ポテトマックス、大輝もポテトマックス、唐揚げ1個コーン。もうほぼ同点ですね今。ゲー。やばいやばいやばい。でも結構接戦だよ。ラストスパートに入りました。両選手ラストスパート。でもいけるぞこれ。いやでも弁当やっぱあるなちゃんと。なるほどね。ちゃんと弁当あるわ。後半の伸びが悪い。ああ確かに。でも本当応援しないとこいつガチの引退で。今世紀最大の応援してみて。オーケー。でも叩かないで。マジでいけるぞ。あっちはもっとポテト多いんだから。あちょっと待ってね。来た。いや。アラビアンのお店ですね。これをやってる間僕は一つでも食べ進めます。やばいプレッシャーかけられてる。お唐揚げきた。唐揚げ完食。お野菜も一気に。ああ汚い。食べてる動画をお届けできるんでしょうか大輝選手。それともお茶の間から引退するのでしょうか。もうお茶の間からのね。最後のポテトにターボーさんが入りました。おいけ。意地を見せろ。あの頃の勢いあるちょっと大輝が見えた一瞬。帰ってこい。動画度外視して喋ってもらっていいですか。ちゃんと来たねえなお前。何も発散や。ラスト一口。ああ帰ってこい。帰ってくるのが小島。ラストスタート。大食い完食。まだお腹に入っていません。あ、もうゲップ出たから余裕だわ。ありがとう。やったー。ありがとう。終了。勝ったー。やった。復活の勝利を遂げました。ようやく喋りました。いや、すみません。ちょっと勝ちだと思う。勝者とは思えない。ガスとギガ盛りお肉対決は大輝の勝利。まあ今回は弁当ありましたから私。やばい。よくその顔できるな。これがこいつ強い。いやでもそうだね。まあ常になんか大食いをね何年間か見守ってきた僕からすればこの量は多分食い切らないと思った。だからスピード対決にならないなみたいなふうに思ったんで、もしかしたらターボーのが有利なのかなみたいな。量がちょっと少ないければスピードで大輝勝つじゃん。そうだね、そこだね。それ度外視してちゃんと食べたんですよ。ちょうどいい量だったんだろうねこれ結構ね。これで大輝さんの引退が免れました。よかったー。いやちょっと見直した。や危なかったよ。皆さんまだね来期の OB 見れるということで、はい、これからも OB 楽しみにしてるぜって方はチャンネル登録と高評価、通知登録もよろしくお願いします。お願いします。さよなら。